吉田さん、仕方がない人生の始め方というかねしょうもない人生の始め方というかうんありますよねなんかやっぱりね断ることにいや仕方がないよねとかねそうは言ってもなかなかねとかねうん、なんかそういうことを発想にするんだったら本当そのまんま仕方がない人生が始まって続いて終わってしまうんじゃないかなと思うんですよ。 あの最近ね、初めの一歩って漫画ね、また読み出したんですよ。どこにあったかな。ちょっとどっか行っちゃいましたけど、初めの一歩ね、ボクシングの。面白いですよね、やっぱ我々はね。どっか行っちゃった。どっか行っちゃったんですけど、ボクシングの漫画で、あのー、みんなトレーニング積むんですけども、やっぱりもう一歩踏み込めないのは、それが試合に出ちゃうんですよね。で、試合で、あのー、負けたくないと思ったら、 相手がどこまで我慢強くてね相手がどこまでトレーニングを積んできて相手がどこまで自分のことを調べてるかってことを調べるみたいですねで私もやっぱりね今受験のシーズンですよ、思うわけですよあのー、当時ね受験してた時この問題が出た時にこうテキストあるじゃないですかでもう終わろうかなーと思った時にこう思うんですよもう一枚めくった時に出た問題を覚えてなかったら それが出た時困るじじゃんって感ででもう1枚行くわけですよね,それがねすごく原動力になったかなと思いますしあの今回ネットビジネスをね10年前に始めてで稼ぎ始めたわけですけどもその時思ったのがまず検索してね広島でネットビジネス塾あるかなと思ってね広島ネットビジネスとか調べるわけですよ。ないわけですよ。やったぞと。俺一番じゃねえのみたいな。 一番最初に始めたから広島ナンバーワンだよね、みたいなね。このキャッチコピーは、今このタイミング自分が一番最初に始めたからこそできるなと思ったんですよ。まさにね、先行者利益ですよね。で、まあ広島で一応、一年間ぐらい続けてきてね、あ、他になんか、うちが一番だよとか出てこないし、ネットビジネスやってますよってのもちょっと見ないし、 これほどネットビジネスの業界にいて、情報業界にいて、同じ地区でね、いや、広島でやってるんですよって人いなくて、セーターは増えるんだけども、同業者っていないわけですよ。これラッキーだなと思ってね、広島ナンバーワンから中国地区ナンバーワンに変えたわけですよ。<laughs> 中国地区ナンバーワンですよーっていうふうに言って、これはあんまりね、あの、知られてないんですけども、広島ナンバーワンの方がね、あの、知られてるんですけどもね、中国地区ナンバーワンですよって言ってた時期もあるんですよ。 で、しまいには、中四国一番だぞって言い始めたんですよね。そしたら、四国には菊田さんとかいて、菊林とかいるんで、ちょ、ちょっと遠慮したかなっていうところでね、広島ナンバーワンって言い直したんですけども、でもね、やっぱ広島で一番ってことは、まあ中四国でもトップクラスかなと思いますし、もしかしたら、なんか西日本で一番じゃねえのみたいなね、うん。そうなるとね、やっぱりこう、東京に行ったらとても一番じゃないんで、地方で輝いた方がいいかなと思いましたね。 うん、まあそれはね当時もよく言ってたことなんですけどねあちなみにねライブ放送してたら「広島の久保です」って書いたのあれ吉瀬さんですね <laughs> やられました言 <laughs> ってらっしゃい